こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ディスコチーフ、コースタート、ファンシーキス、ちょっと出遅れ、ダッシュよく飛び出してディスコチーフ花に立ちます。その後ろからはカワッチトリビュート、この馬も上がっていく構えです。さらにはトールアルデル、15番メテオカプチーノ、その後ろ。先頭に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはカワッチトリビュート。先頭は依然としてカワッチトリビュート、カワッチトリビュート。後続を引き離します。2番手はトールアルデル、間を挟んでディスコチーフ、3番手さあカワッチトリビュート、逃げ切れるか。あと 200m、 カワッチトリビュート先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。グッドジャック、カワッチトリビュート追いすがります。グッドジャック、グッドジャック1着、2着にはどうやらカワチトリビュート、勝ったのはグッドジャック、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはロックカントリー。綺麗なスタートを切りました。ノースプロミス、前に行きそうです。ロックカントリー、それに続いています。さらにはスピークテール、9番ギャラントエリザベス、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはロックカントリー。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。ロックカントリー先手を取りました。緑の帽子ノースプロミス、その後ろ。その外からアップオン、内からはバイオフレーム、白の帽子スピークテール、その後ろ。その隣にギャラントエリザベス、サクラローレル、いい位置です。すぐ後ろにスカーレットアーチ、その隣にラグビーサークル、その後ろからはマジカルビーチ、グリークミラクル、すぐ後ろ。最後方にシアトルオール。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から。先手を取ったのはノースプロミス、16番サクラローレル、2番手を追走しています。その外にギャラントエリザベス、その隣にアップオン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。サクラローレル早くも先頭。ここで先頭が入れ替わりました。ノースプロミス、サクラローレル、2番手に控えました。ギャラントエリザベス、3番手サクラローレル、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はノースプロミス。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った。アップオン、アップオン、先頭。2番手はノースプロミス、追いすがります。残り 200m、 アップオン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スーパーフレンド抜けた。カリビアンドバリー追いすがります。外から一気にサクラローレル、スーパーフレンド、スーパーフレンド1着、2着にはどうやらサクラローレル、勝ったのはスーパーフレンド、見事な勝利です。こちらドバイの名団競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ花を切るのはどの馬か。マジカルダイヤ前に行きそうです。ナシアンスタイル、それに続いています。さらにはレイズスパーク、9番アッティカス、その後ろエルニエランプルール。後方から前に戻りましょう。先手を取ったのはマジカルダイヤ、パーフェクトワーク、そのうちに続いています。オレンジの帽子レイズスパーク、その後ろムーンライトウェイ、そのうちに続いています。内からはアッティカス、マリンルナパーク、そのうちに続いています。その外にグリーンカーソン、トロットサンダー、この位置です。青の帽子ナシアンスタイル、その後ろシュアミステリー、すぐ後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。パーフェクトワーク、ムーンライトウェイ、ほとんど差がありません。オープニングサーベル3番手トロットサンダー、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はパーフェクトワーク、ムーンライトウェイ、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。パーフェクトワーク先頭、差はほとんどない。2番手はトロットサンダー、先頭を捉えるか。あと 200m、 パーフェクトワーク先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トロットサンダー先頭、やはり強い。トロットサンダー、トロットサンダー、トロットサンダー、1着、2着にはどうやらパーフェクトワーク。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スマイルマジック、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。サンドピット前に行きそうです。シガー、それに続いています。さらにはイージーシャワー、2番スマイルマジック、その後ろウィンドアップル、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から、先手を取ったのはトワイスザバイス、その隣にセレナーズソング、内からはハローポジティブ、さらにはサンドピット、その隣にスマイルマジック、その横にアニーデプティ、その外にシガー、その隣にイージーシャワー、その横にマッハレインボー。後ろからの競馬になりました。ライブリマウント、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にオートアロマ、その横にキャニオンジルコニア、最後方にウィンドアップル。各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、一気に先頭に立ちました。4番セレナーズソング、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番セレナーズソング、トワイスザバイス、ほとんど差がありません。アローポジティブ、3番手ライブリマウント、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。セレナーズソング先頭、シガー先頭、2番手はセレナーズソング、あと 200m、 シガー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はライブリマウント、シガー1着、シガー完勝、シガー1着、2着はライブリマウント、勝ったのはシガー、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオーウェイビグラス、しかし後続のアシードもなかなかいい。ステージチャンプ抜けた。2番手はオーウェイビグラス、ステージチャンプ1着、ステージチャンプ完勝、ステージチャンプ1着、2着はオーウェイビグラス、これが G1 馬だ。ステージチャンプ短い直線に入って、後続は届くかどうか。あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。ヒソジゴールド必死に追う。カワチェ立て男差を広げる。2番手はマッチレスグラス、カワチェ立て男今ゴールイン、段違いの強さです。カワチェ立て男1着、2着はマッチレスグラス、1番人気に応えました。カワチェ立て男見事です。さあ G1 高松宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のエーシンバーリン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ライデンリーダー4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。エイシンワシントン前に行きそうです。エイシンバーリンこれに続きます。ボディーガードそのうちに続いています。並んで11番、フレストシンボリ、レイズボックス、この馬もこのグループ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はボディーガード、エイシンワシントンほとんど差がありません。フレストシンボリ3番手、フラワーパークいい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。
さあ先頭はボディーガード。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立った。プレストシンボリ、プレストシンボリ先頭。2番手はボディーガード、追いすがります。さあフラワーパーク一気に来た。プレストシンボリ先頭。フラワーパーク抜けた。堂島無敵追いすがります。フラワーパークもう一伸び。フラワーパーク1着。フラワーパーク1着。2着は微妙です。これが世界の実力だ。フラワーパーク。こちらアメリカの